ゾーン、おはよう。おはようございます。日曜日の朝は少しゆったりとした気分で音楽を聴くのが好きです。アレクサ、リラックスできる曲かけて。アレクサ、カフェミュージックかけて。のように気分に合わせて音楽を探すこともできます。アレクサ、5月31日は何の日？5月31日は藻岩山の日です。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルであることにちなんで531の語呂合わせから制定されました。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる観光スポットとなっています。行こう。5月31日は5月31日は藻岩山の日です。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルであることにちなんで531の語呂合わせから制定されました。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる観光スポットとなっています。アマゾン、5月31日は藻岩山の日です。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルであることにちなんで531の語呂合わせから制定されました。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる観光スポットとなっています。両国国技館って何？こんな説明が見つかりました。両国国技館は日本の東京都墨田区横網1丁目にある大相撲の興行のための施設。公益財団法人日本相撲協会が所有しているプロレス、ボクシングなどの格闘技の興行会場、その他のスポーツ競技の会場、ポピュラー音楽のライブ会場としても使用される。クラシック音楽のコンサートが開かれた事例もある。アレクサ、5月31日の誕生日の有名人は？5月31日に誕生日を迎える有名人は日高のり子、鈴木京香、クリント・イーストウッド、シム・ユンギョンと榊原涼子です。エコー、5月31日の誕生日の有名人は？5月31日に誕生日を迎える有名人は日高のり子、鈴木京香、クリント・イーストウッド、シム・ウンギョンと榊原涼子です。アマゾン、5月31日の誕生日の有名人は？5月31日に誕生日を迎える有名人は日高のり子、鈴木京香、クリント・イーストウッド、シム・ウンギョンと榊原涼子です。アマゾン、土方歳三って何？辞書で土方歳三についての説明が見つかりました。土方歳三は1835年生まれ、1869年に死亡。幕末の新選組の副長、武蔵の人、隊長近藤勇を助けて活躍。鳥羽伏見の戦いに敗れた後も投下して官軍に抵抗し、函館五稜郭で戦死。アマゾン、土方歳三について教えて。歳三は幕末の新選組副長です。局長の
近藤勇と共に京都の治安維持に努め、体内を厳しく取り締まったことから鬼の副長と称されました。鳥羽伏見の戦いでは負傷した近藤勇の代わりに指揮を取り、新政府軍と戦いましたが敗れました。その後、榎本武揚の軍に幹部として属しましたが、五稜郭の戦いで戦死しました。アマゾン、いつもありがとう。よかった。アマゾン、これから出かけます。いってらっしゃい。帰ってきたらまたお話ししましょう。